中谷真一は、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、元外務大臣政務官、大阪船屋川市生まれ、甲府市立北西中学校、山梨県立甲府第一高等学校を経て、2000年に防衛大学校を卒業。防衛大学校在学中は、ラグビー部に所属。陸上自衛隊幹部候補生学校卒業後、陸上自衛隊、 第一空挺団に配属される。2010年8月に一等陸位をもって退官。民間企業を経て、同年10月に参議院議員佐藤正久の秘書になる。2011年自由民主党衆議院山梨県第3選挙区支部長に就任。2012年の第46回衆議院議員総選挙に山梨3区から自民党公認で出馬。 民主党前職の後藤一しに172票差で、敗れたが、比例南関東ブロックで復活し初当選した。1期目在任中は、党政策調査会国防部会の副部会長などを務めた。2013年には選出選挙区である山梨3区が選挙制度改革を目的とした公職選挙法改正の区割り改定で全域が山梨1区に組み込まれ消失した。 山梨県内の選挙区割について自民党は2009年を最後に廃止していた小選挙区と比例代表の候補を選挙ごとに入れ替えるコスタリカ方式の復活を決めた。これにより2014年の第47回衆議院議員総選挙に際しては中谷を比例南関東ブロックの単立優遇1位とし再選した。2017年の 第48回衆議院議員総選挙には、山梨一区から出馬し、中島勝人2131票の僅差で、敗れるも、比例復活で参戦を果たした。2019年9月13日、第4次安倍第二次改造内閣で、外務政務官に就任。ありがとうございます。